はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。バイオハザードビレッジ続きやっていこうと思います。よし。でなんかこっちさっきからカナ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 聞こえるから探してたんだけど、外にあれがある。このヤギのやつ、これ壊したいと思います。よし、1個、もうトロフィーゲットした。てな、多分そのかなんかのこの音だよね。あ、そうでもない。あ、でもさっきよりの一番かなんかになるな。もう一つあるってわけじゃないよね。さすがにこんな近場に二つはないと思うんだ。下に消えるわけじゃないよね、これ。下になんかアイテムがあるのかな。で、蜂もまだ、そういえば、こぼしてないな。こぼしてくるか。忘れてた。やっぱこの音か。でも、あれとかちょっと違う音だな。くるん、くるん。はい。魔除けの羊をお捧げする。壊したすらメランツン罰を書くだろうぞ。はめとくか。どっちだ、こっちだっけ。こっちだ。ここか。よし、はめといて、こっち行く。こっちしか行けないんだけど。で、大鍵盤でこっちにショットガンがあったんだよね。やっぱなくなったね。当たり前。おっつ。あ、これクルキ？クルキ？ちょっと閉めとこうか。あ、大丈夫か。音楽やんだ。音楽判断大丈夫そうだな。ここら辺にアイテムないかな。ん、あったあった。よし、3個目。いろんなところに行ってみるもんだね。で、閉まっている。ドアを閉めて、お願い。おっと、ちょっと飲み物飲みながら。何もしやしない。まともな人に会えてよかった。他に生存者は？いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな。そいつはよそ者だぞ。ここにいちゃまずい。歩けそうか？ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。静かに。なんとかしよう。ここに隠れて静かにしてろ。俺が門を開けるまで動くな。でこいつもが地雷拾ってるし。それ欲しいんだけど。このナイフよりそれが欲しいんだけど。そしたら一発で開いてな、あんなの。一発ではないんだけど。ちょっと。こっちなんかあったっけ、こう、木箱。体験版に。こ
この移動は何なのか全く分かんない。ガンプラグザーも拾って、薬液も拾って、こっちの下になんかあるわけないしね。で、あの二人は産んで、いいぞ、こっち。父さん、急いで。ずいぶんと遅かったな。どういたしまして。早い方だと思うよ。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。ここは安全よね。違う？まあ外よりはマシだろうな。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダもご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん、ダメだ。中に入らないと。中に、あと少しの辛抱よ父さん。おい、誰かいるか。よその人じゃダメ。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ。黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ。父さん、お願いユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい。こっちへ。なんか村の人じゃないの。ああ、違う、イーサンだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。入っていいさ。どうも。待ってて、奥の様子を見て。はい。こっちにセーブポイントあるね。ミランダ様っていうのが一応この村の中信仰心っていうのかな。うん、そんな感じの人なのかな。こっち。風車小屋。うん、ちょっとセーブしていきますわ。セーブ早くなってんだよね。3秒ぐらいで終わった。なんかあるかな、この廊下とかに監禁アイテム。ないか。さあ、みんな待って。なんだこいつら、よそ者が殺しに来たのか。黙って、あんた。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、兄さん。そう、無事だったら村でこれだけか。無事だと。これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に、バカみてえに泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと。安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には
明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣けんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきた。何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは。まさか。いいえ、彼はどこかにいる。絶対に村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうよ、さあ一緒に。大いなる者よ、引き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げる。無限の闇より運命の定めしが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を捧げる。さあ、お茶の下、エレナ手伝って。その祈り前にも聞いた、墓場にいたローマから。あのばあさんか。あのババアならもう完全にイカれちまって。でもあの人とても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。何してる。レオナルド、どうしたの。大丈夫。やめろ。エレナ、下がってろ。やめて、離して。俺たちも殺される。逃げるんだ。お父さんじゃない。仕方なかったんだ。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう。家が崩れる。手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。まあこっちらの体験版と同じ感じかね、内容的には。アイテムの位置は変わってる可能性があるけど、こっちにハーブ。で、鍵がこっちかな。こっちじゃなくて、これはお金か。お金あったっけ。こっち、こっちに鍵で、拾って、ショットガン弾10発。
割れねえ。クソ、火の回りが早い。ぶち破る。どうするつもり？離れてろ。こいつでぶち破る。紹介したいよ。ねえ、ぜひ。こっちだ、行ける。見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる父さん。やめろ、危ない。捨てろ。さあ手を伸ばせ。いいか、言って娘さんを救って。エレナ、諦めるな。さあこっちだ。畜生。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。なんでこんな。何がなんだろうね、本当に。なんで急にライカンとかが攻めてきたのか。ミランダとかも最初がああなったのかっていうのもあるけどね。なんなんだこの村。一体何が起こってるんだ。くそ。ミランダじゃなくてドミトレスクだ。どっかにある可能性もあるね、人形とか羊のやつとか。こっちがないかな。
た。やめて、ミランダ様。ああ、おい。今は一体誰なんだ。宮の笑い声は聞いたことあんまないから、あんまってあったかな、ないから今のでちょっとわかんないな。てか死体が消えてるっていうのかな。大剣もあるもそうだったけど。みんな死んだ。そうと、みんなに死が訪れたのじゃ。この人は一体何なんだろうね。何かを知ってそうな感じはするけど。あっち、あ、やっぱあった。さっき光ってなかったんだけど、 見えてなかったのかな。下にすぎてこうやって見えないから、あんま光ってるあれが見えない。でも見たか、見えないんだけど。よし、これ何、これのことかだな。これは何なんだろうね。体験版はここまでだったね。この先が城か。いかに命はないか。体験版でこうやって上見て終わりだったんだよね。村番長も。プラスやってもアイテムは出ない。あ、出る。今回も出る。フォー、なんかトロフィーゲットした。カラス倒すことでゲットできるんだ。入れる。寒そう。通れないか。このし、これは何なんだろう。何の糸っていうかロープっていうか何を繋いでたんだ。こっちはいけない。こっからは体験版でやったことないから、まあ、城の体験版もあるから多分そっちまではわからない。こっちが正門なの。この城の、向こう側からレバーか。これリンゴ、これは何だろうね。うん、これはこれ、えまだ生き残りがいたとは、タフなやつがいたもんだ。誰だお前。はあ、よそ者か。面白い。ミランダが見たら喜びそうだ。何あいつ、鉄をやつってる。
あ、ホームビーで見たやつ。いい子にしてろ、もうすぐだ。他のものでは力不足でしょう。私の娘たちなら存分に楽しませることができます。それに我がドミトレスク家にお任せいただければ、あなた様に最高の十分用意することを約束いたします。待て、つまり、てめえらうるせえぞ。なんだ、ここは。こいつを独り占めして何が面白いってんだ。この俺なら全員が楽しめるショーを見せてやる。なんてくだらない、安っぽいサーカスなんて誰が見るの。この男が苦しむ様は私が保証します。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろ。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが我が意は決したぞ。ハイゼンベル、この男をお前に委ねよう。マザーミランダ、どういうことですか。ハイゼンベルクは幼稚な上、あなたへの忠義も疑わしいというのに、私めにお任せくだされば滞りなくその男を。ガタガタ言ってねえで、自分が負け犬だと認めちまえよ。餌が欲しけりゃ他当たれ。その口を落とし、坊や。今は大人が話してるの。坊やだ、てめえこそミランダ様に盾つく気か。お前は責任というものを全く理解できていないようで。図体がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。おい、俺のことは無視かよ。静まれ。我が命は絶対だ。意義など認めろ。身の程をわきまえる。どう思うお母さん。では親愛なる獣の諸君、長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるぜ、イーサン・ウィンターズ。準備はいいか。おい、ヒロさん。逃げろと。はい、ごめんなさい、ちょっと通ります。どっから声かけてるんですが。あー、こっちじゃない、こっちですね。ダッシュ。おー、怖っ。どっちどっちどっち。あー、なんか来たぐわ。これ死ぬでしょ。落ちてる、落ちてるか滑ってる。どうしろと。え、なんかあった。あー、抜き道があった。ちょっとまったくよ、噂通りの仕事だな。お、なんか、あー、なあ、無理でしょ。え、なにこれ。あ、こっちか、こっちか。ちょっと空母に、あ、おお、怖。危なかった。確かに。あいつらがローズを。ミランダはミヤじゃない説。最初にの辺でミランダがミヤじゃないかと思ってたけど、
違うっぽいな、あんなに喋って宮野浩二じゃなさそうだったから。しかもハイゼンベルクだっけ、あの人の声、大塚明夫さんの声に似てるね。めちゃくちゃ低い声の時とか。ちょっと調べてみよう、声優の人めちゃめちゃ似てた。最初 PV 見た時もお、明夫さんかなと思って大塚さんかなと思ったけど違う。え、しまった。うわー、ま、なんかありそうだな。うわうわ、え、動かない、動かないよ。上に登れたりはしないか。よし、じゃないとしたら正体が気になるね。ミランダ、あ、こっちか、あ、こっち行けるようになってる。え、こっちに行けなかったよね、最初。このレーバーもなくなってるし、あ、違うか、あ、こっちかこの扉がと思った、こっちから出てきたのかなと思った。はいはい、よし、今回はここまでしとくか次からこっちからだね。 OK、 本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっ